1ミリも役に立たない歴史の話。この番組では日常生活を生きる上で役に立つかどうかそっちのけで、ただただなんとなく歴史が学べる話をするだけのノウハウツーの啓発ノービジネスラジオでございます。さあ、というわけで今回もやっていきますよ。マイク変えましてね、ちょっとボイシーで聞いてる方は相変わらず音質がちょっと悪いんですけど、そうだからマイクをつないで録音してるのがパソコン側になっちゃったから、そうボイシーってでもiPad とか iPhone とかのアプリでしか収録できないんで、 そっちの方の音質がね、ちょっとどうしても直撮りになっちゃうからマイク通してないんで、ちょっとあんま良くなくて申し訳ないんですけども、YouTube とか上がってる方は あと Spotify とかかな、この音質で聞けてるんですけれどもね、ちょっとマイク変えましてね。はい、前から使ってたやつそんな悪いやつではなかったんですよ。そう、MPM1100J ってやつね、あれマランツでしたかねっていうメーカーから出てるやつで6000円ぐらいなんですよ。で6000円ぐらいするコンデンサーマイクで、コンデンサーマイクっていうこと言葉自体があんまりこの馴染みがないかもしれないですけど、マイクって基本的に2種類あって、歌手の人とかがテレビとかで持ってる手に持つタイプのやつ、あれダイナミックマイクって言って、歌を撮ったりする用のやつというかね、はい、ああやって特に生歌とかかな、撮るときに使うようなやつがあって、でそれとは別に、特に録音したりとか、収録したりレコーディングしたりとかそういうときによく使われるのがコンデンサーマイクってやつで、こっちの方がその何ていうのかな、繊細なんですよね。だからああやって持ってそのマイクとかを、なんか動き回ってねマイク持ったりするときはちょっと向いてないと、繊細だから。ただ一つの場所に置いて、ただただ収録をするっていうだけだったらコンデンサーマイクの方が音質がいいっていうのでね、そうこのマイクを使ってるんですけれどもね。で前使ってたのがその6000円ぐらいするやつなんですけど、そんなねコンデンサーマイクの中では高くないというか激安の部類にあるんですよ。コンデンサーマイク普通数万するので、それにしては6000円にしてはいい音してたんですよ前のやつ。そうだから皆さんもね、なんか実況を撮るとかラジオを撮るとか、なんかしようかなと思ってる人はぜひおすすめです。これマランツの MPM1100J ってやつ、本当に6000円で買えるマイクにしてはめちゃくちゃクオリティ高いんで、そうあれで僕も替え歌とかずっと撮ってたんで、そうにしては結構ね6000円にしてはいいマイクでしたね。で今回買ったやつがアーカーゲーっていう結構有名なのかな、界隈では有名なブランドのはずの C214 っていうコンデンサーマイク、これ3万ぐらいするんですよ5倍ぐらいしてるんですけど、5倍の音質として聞こえてるかどうかはちょっと分かりません正直音質なんてものは結構人の好みとかにも分かれるんでね、ちょよう分からん部分もあるんですけど、個人的にはなんていうのかな、小回りが効くタイプのマイクっぽいかなっていうのでね、今使った雑感としては、はい、やっぱりね6000円ぐらいのマイク、あれはねめちゃくちゃ良かったんですよ。良かったんだけども、やっぱりねその音のなんていうのかな、バランスというかねがちょっと偏ってたりとか、音量大きい小さいっていうのが結構激しく出ちゃったりとか、そういったところが割と今回のマイクにしてからだいぶマシになったかなっていうのがあるので、そういうとこですね。だからもう聞いてる側はあんま気にしないところですね。だからあんま変わってないと思うかもしれないですけど、そんな感じの雑談でした。鎌倉殿振り返りますか、急ですが。ちょっとね、一周飛ばしてしまって申し訳なかったです。ちょっとお仕事の、関係でね、土日全く作業する時間がないというですね、状況でしたので、ちょっと見れてもなかったんですけれどもね。で、日曜日は日曜日で R1 グランプリ見てたし、鎌倉殿と平家物語は後追いでね、やっと見させていただいたんですが、そうですね、富士川の合戦がやっと描かれてましたね。そう、平家物語が前々回あたりで追い越してね、はい、富士川を先に描いておりましたが、鎌倉殿でもようやっとというか富士川の合戦までたどり着いてましたが、いや驚きでしたね。めちゃくちゃ史実通りやるじゃんみたいなまさか、いやもうちょっと東鏡準拠でやるのかなと思ってたら、ガチガチに史実混ぜ込んできててびっくりしましたね。そう、前々回かその前ぐらいで富士川の合戦解説した時に、富士川の合戦実は頼朝ってほとんど戦ってないんですよね。あれね、頼朝は実は間に合ってなくて、武田軍がむしろ、主力として戦おうとしてて、で、これ森軍が逃げていくと、これが実は富士川の合戦の実態だったよっていう話をさせていただいたんですが、もうまさにその通りに描かれてましたね。そう、武田に出し抜かれて頼朝より先に、平家側のね追討軍と戦うぜみたいな感じでねやってましたし、でしっかりですね武田側が
先に駿河の国の平家方の武士をボコボコに倒していて、で立花遠重、まあ劇中では立花の遠持って呼ばれてましたが、まあ持と呼ぶのか重と呼ぶのか難しいところですけれどもね、そう平のこれ持ちとかはね、あの茂っていう字を書いて持って呼んだりするんで、まあちょっとどっちかって微妙なとこかなと思ったんですけども、まあそんなね立花の遠持なんかが出てきていて、まあもう首の状態でしたけどもう死んでる状態でしたけど出てきてましたね。はい、まあそんな感じでね、しっかり史実でその武田軍があそこで結構活躍してたっていう話をバジボコを盛り込んでくれてね、でなおかつ、まあ、フィクションの部分では、まさかの親父同士おっさん同士の喧嘩がきっかけで平のこれ森軍が撤退していくという、なんともねピタゴラスイッチというかバタフライエフェクトというかね、風が吹けばなんとかみたいな、本当にそんな展開で、あれちょっと笑っちゃいましたけれどもねこの世で一番醜いのはしょげてるおっさんの顔っていうの三谷さんらしいですね。あれ入れ込んでくるのすごい三谷さんらしいですよね。そう、結構まあ緊迫したシリアス場面と思わせておきながらちょっとああいうの入れ込んでくるところがね、非常に面白かったですけれどもね。はい、まあそういったところがね非常に織り込まれていてというか、入っていたので、まあ、個人的には良かったなといい回だったなと。あと義経がねこの2回ぐらいでポンポンポンと出てきていて、まあねなんかいろいろ言われてますよね、性格が悪いだのなんか倫理観がないルフィだのなんかいろいろ言われてますけど、まああれはねどうなんでしょうね、まあ、東鏡准教だと相当義経は描かれ方がボロカスになるだろうなというのは、まあ、予測はしていたんですが、まあ蛮族感あふれる、でそれでいってなんか合理主義的なところがあるというね、まあ、ちょっと相反してるような感じもあって、まあ、その辺がね非常に面白かったですよね。頼朝と会った時感情むき出しにする感じとかねいやなんかいかにもこう頼朝の意思というか頼朝が想像しているものを飛び越えて先々いろいろやっちゃうような感じがもう出てますよね。もう頼朝から見放されそうな感じがちょっと出てますけれどもね。はい、これからの、まあこれからがですね、おそらく一ノ谷の戦いとかもがっつり描かれるでしょうから、まあ、そこからがメインかなという感じもしますね。はい、まあそんな感じで鎌倉殿の振り返りでした。じゃあこの後は平家物語の話をしながら、いつもの5分平家をやっていきたいと思います。それではどうぞ。続いてのコーナーはこちら、5分で習う平家物語。このコーナーではアニメ平家物語に便乗して有名だけど全く読んでこなかった平家物語を皆さんと一緒にお勉強していく、そんなコーナーでございます。いやもう何はともあれ、もう平家物語がもう鬱の展開いやまあ分かってたんですよ、もう元ネタっていうか史実を知ってる上で分かってたんですよ、清常が受水することも敦盛がやられることも分かってましたけれども、にしてもやっぱり映像として描かれると辛いねいやまあかつてですね、私もアニメいっぱい見てきましたんで、いや鬱展開のアニメ、鬱アニメって呼ばれるものもね何本か見たことあるんですよ。僕もあんま、なんか好きくないというかね、あんまり耐性がないタイプなんでそんなにいっぱい見てないんですけど、でもまあね、なんか東京マグニチュード 8.0 とかもうあれとかもえげつないですけど、マジでね、救いが全くないとか、少女週末旅行とかね、まあ、あれはまだ楽しいんですけど、途中まで最終回、漫画の最終回見た後本当に呆然としたのはあれが初めてでしたけど、まあそんなね感じのいわゆるもう全く救いがないようなアニメ相当見てきましたけれども、やっぱ慣れないっすね、何回見ても慣れないな。うん、いやこの平家物語もね、こんだけ史実分かってて誰が死ぬか誰が生きるか分かってた状態でも辛いという、まあそういった感じなんですが、で平家物語の話でいくと、あれ、ね、ビュアちゃんのお母さんが出てきてましたね。アサギの方っていう名前で出てきていて、架空の人物なんだろうとは思うんですけどね、あの越後のジョースケナガですね、ジョースケナガの目かけになったみたいな話がちらっと出てきてまして、そうジョースケナガ自体は実在の武将でね、清盛の5代か6代かぐらい前に分流した平家の一門で、で鎮守府将軍をね務めた一族でありまして、余後将軍っていう異名があった平のこれ持ち流の末裔なんですけども、
あの越後で、勢力を伸ばした、まあ、越後信濃とかね、そのあたりで、勢力を伸ばした兵士の一門なんですね。で、秋田丈之助とかをね、上司の、先祖というか、まあもうちょっと先祖というには近いですが、上司のちょっと前ぐらいの世代で秋田丈之助っていう職を務めていて、まあこの秋田丈之助もややこしいんですけどね、それはまあ秋田城を任されていた人なんですよね。そう、秋田城ってのはもともと平安時代では江見氏の対策として建てられた北方の城でございまして、まあこれを、管理する役目として、秋田城の国司っていうのが置かれてたんですけども、まあその国司っていうのが基本的に出羽之助の官職を持つ人が兼任するから、この出羽之助と秋田城国司っていうのがこう混ざって秋田城之助って呼ばれるようになったと言われてるんですけどもね。はい、全然関係ない話でしたが、まあそんな、なんか越後のね長助長とのつながりがちょっと出されていましたけれども、まあおそらくは平家物語で長助長のね亡くなり方がえげつない亡くなり方するっていうね、実際アニメでも出てきてましたけど、大仏を焼いた平家に味方する者への天罰だと言われて、突然馬の上から落ちて死ぬっていうね、玉葉だったかなんかだったかには中部で亡くなったって書かれてるんですよね。基本的に他の資料も中部って書かれてるのかな。まあ中部ってのは脳卒中のことなんですね。まあ若くても脳卒中になる可能性っていうのはありますから、それこそ以前ここで喋ったことがあるかどうか微妙ですが、伏見宮定房っていうね室町時代の皇族がいて、そのお兄ちゃんも、突然死してるんですよ。昨日まで元気だったのに急に亡くなってって、これも大中部って書かれてて、おそらくは脳卒中とかその類だろうと言われているんですね。で、まあ、そういうこともあるわけですから、まあまあ全くないことではないと、まあ、ただそれがたまたま平家方の武将だったからこういうふうに言われたっていうことだろうとは思うんですけれどもね、まあ、上司に限らずね、平家方の武将いっぱいいますから、まあ、いっぱいいたら一人ぐらいは脳卒中で亡くなる人もいたでしょうしねっていう、なんかもう確率論の話になってきますけど、まあそんな感じの話がねちょっとあったりもしましたが、とはいえ、アニメの中で描かれていた話としてはやっぱり今回も触れざるを得ないのが敦盛ですよね。もうこれはもう非常に有名なお話でございます。敦盛の話はもう高校の古典の授業とかでも出てくるようなレベルの非常に有名なお話でございますが、まあ一応ね原点を見ていきましょうということで、ちょっと喋っていきたいと思いますが、さあ時は一の谷の合戦が終わった頃でございます。平家は一の谷の合戦を終えてじりじりバラバラになって逃げている最中、源氏の武者がそれを追いかけているという状態でございます。さあその中に一人熊谷次郎直実という男がおりました。さあ立派な大将と取り組んで私は手柄を上げてお褒めに預かるぞと、所領をいただくぞと、まあそういうふうにですね、まあ奮い立っていたわけですね。まあ源氏の武者はおそらくみんなこのように考えていたことでしょう。さあ熊谷次郎直実がそのように、敵の大将おらんかというふうに探していると、磯で一騎の武士を見つけることになります。まあ、短期で馬に乗った武士が一人いたわけですね。さあ熊谷次郎直実は声をかけます。そこに浮かれるのは大将軍とお見受けした。敵に後ろを見せなさるのは実に見苦しい、卑怯であると、お戻りなされ、まあ、このように敵を煽ったわけですね。まあ、するとその誘いに乗ってその武者はこちらへ引き返してきました。さあその武者が渚に上がろうとする最中、熊谷直実は波打ち際で武者に組み合います。まあ、取っ組み合いになるわけですね。さあ押し合いへし合い取っ組み合いの最中、砂浜へと直実がその武者を押し倒します。さあもう勝ちだと、この武者の首を切ろうと兜を押しのけると、そこには年の頃16、7ばかりで薄化粧をしており、歯はお歯黒の非常に美しい顔があらわになりました。さあ熊谷直実にもこのような息子がいたんですね。小次郎直家というちょうど16、7ばかりの同じ年ぐらいの息子がいたんですね。おそらくその息子のことが頭にふっとよぎったことでしょう。どこに刀を刺してよいか分からず思わずこう口走りました。あなたはどのような身分のお方であられますかと。お名乗りなされ、お助け申しますと。なんと敵である平家の武者を助けようとしてしまったわけですね。さあするとその若武者はお前は誰かと帰って聞き返してきました。直実は答えます。大したものではありません、武蔵の国の住人熊谷次郎直実であります。さあその武者は続けます。
対等にはならん身分かと。まあ私より格下だなと。そういうふうに述べた後、お前に向かっては決して名乗らぬ。しかし私はお前にとっては良い敵である。名乗らずともこの首を取り、人に尋ねよ。きっと見知っていいよ。まあ、非常に気丈な振る舞いをしているわけですね。さあこのような堂々とした受け答えをする武者に対して熊谷直実は感嘆いたしました。なんと見上げた大将か、この人一人を撃ったところで勝つはずの戦に負けるようなことはあるまい。私の息子小次郎もこたびの戦で浅傷を負って、それすら私は辛かったと。浅い傷を負ったぐらいでも私は辛かったのだと。ならばこの殿の父親は首を取られたと聞かされたらどれほど嘆かれるだろうかと。どうしてもお助けしたい、そのように思った直実でしたが、背後には源氏の武者が迫っていました。鎌倉殿でもおなじみですが、土井次郎実平、そして梶原平蔵景時の軍勢が50騎ばかりこちらに向かっていたんですね。もう助ける術はないわけです。熊谷直実は言います。私がどうしようとも味方の武士どもがあなたを決して鬼がしいたすまいと。他の者の手におかけするならば、この熊谷直実自身の手でお打ち申して死後の供養をいたしましょうと。他の武者にこの首を取られるぐらいだったら、私がこの首を取ってその後供養しますと、まあ、そういうふうに答えたわけですね。そしてそれに対してこの若武者は、ただ早く首を取れと、そういうふうに言うだけであったと言います。熊谷直実は泣く泣く首を切りました。熊谷はその後も嘆きました。武士の身の上とはと、弓矢を取る身というのはと、ね、武家の家にさえ生まれなければと、まあ、そのように非常に嘆き悲しんだわけですね。こんな辛い目に遭うことはなかった。まあ、しかしですね、ただ嘆いているわけにはいきません。若武者の鎧を剥ぎ取って、さあこの首を持ち帰ろうと、その武者が着ていたものに手をかけると腰に錦の袋を見つけました。中を覗くと細長い、そう、一本の笛があったんですね。熊谷はこれを見て思い出しました。私が一の谷の西の城門に攻め寄せた時、城の内から笛の音が聞こえたと。誰が歓迎をなさっているのかと思ったが、あれはこの人々でいらっしゃったのだと。私の味方には東国の者たちの軍勢が何万騎とおるが、その中に一人でも笛を持ってきた人はよもやあるまいと。ご身分の高い人というのはやはり雅であると、どこまでも雅であると、そういうふうに熊谷直実は感嘆したわけですね。さあ話は続きますよ。熊谷直実はこの若武者の首と、そして笛も一緒に義経のもとへと持っていきました。さあ九郎義経のお目にかけたところ、その場に居合わせた者に涙を流さない者は一人もいなかったと言います。そして熊谷直実は後に人に尋ねて知ることになります。さあこの首は一体誰だったのか。この首は入道相国の弟、首里の大夫平の常盛の子息のもので、名は大夫敦盛であると、まあ、つまりは平の敦盛だったというわけですね。熊谷が撃ったのは少年17歳になられる平の敦盛その人であったと。そして彼が持っていた笛は敦盛の祖父である平の忠盛が笛の名手であったがために鳥羽院から賜ったという由来を持つ大敵でありました。まあ横笛ですね。そしてそれが子供である常盛に伝えられ、さらには孫のうち敦盛こそは笛の上手だということで譲り伝えられていたその笛、笛の名はさえだと言ったそうですね。さあこれが非常に有名な敦盛の一節でございました。まあ、アニメでは尺の都合と、あとはこのアニメのスタンス的にあんまり多くは語らずみたいなところがあるんで、ね、どちらかというと映像で楽しんでいただく、後ろに琵琶語りが入ってみたいな、そんな感じのシーンでございましたが、まあ、そこまで詳細な、ね、状況説明はありませんでした。この熊谷直実が何者かとかまあそういう話もなかったですし、まあ、息子と同じような年の母というかね、まあ、16、17の若い自分の息子と同じぐらいの年の若武者だったから、殺すのに抵抗があったという話とかもね、あんまり言われてはいませんでしたが、原点を知ってる人は、ああこのシーンだなとなったと思います。僕はね、高校の古典の授業でやった記憶があるんですよね、これね。そう、熊谷直実の話ね、
どうなんでしょうね。全国共通なのかどうか分かりませんけれども。まあ、少なくとも教科書とか資料集とかに出てくるレベルの有名な話であることは確実だと思いますね。平家物語の中でも相当有名な一節かなと思いますね。さあ、まあ、鎌倉殿もやってるんで余談というかね、この熊谷直実の話をしておくと、彼の息子がね、出てきてましたよね。熊谷直実の自分の息子である小次郎がね、この敦盛と同じぐらいの年だったからというので殺すのをためらってましたが、その直実の息子である直家、小次郎直家っていうのが実は頼朝のボディーガード的な存在をやってたんですね。大河ドラマでこれから出てくるのかどうかが分かりませんが、で、彼は実際一ノ谷の合戦で、お父さんの直実と共に功績を挙げていて、で、頼朝から本庁無双の勇士と、まあ、こういうふうに称えられていたと言われております。まあ、頼朝から結構非常に信頼されていたボディーガードの一人だったんですね。で、まあ、このね、本庁無双の勇士であると。ここにいる熊谷直実は、失礼しました。熊谷直家は本庁無双の勇士であると。一ノ谷の合戦では命を捨てるような戦いをしたんだと、頼朝がとある人物に自慢をするというエピソードがあるんですが、鎌倉殿では出てこないかなとは思うんですけどね、ここまでの話は。そう。まあ、それがね、実は欧州合戦に関わるところでちらっと出てくるので、まあ、大河ドラマが欧州合戦ぐらいまで行ったら、またこのエピソードを話そうと思いますんで、まあ、それまでお待ちくださいってなところで、今回は以上。さあ、というわけで今回は、まあ、主に平家物語の話をさせていただきました。まあ、平家物語はね、ちょっと鎌倉殿に比べてやっぱり深夜アニメっていうこともあって、なかなかこう感想ツイートとかがね一気に上がってきたりしないし、あんまなんかこう共有できてないような感じがあるので、まあまあまあこの場で、共有できたらいいかなと。まあ一方的に発信にはなってると思うんですけど、まあ皆さんもね、平家物語感想等々あれば、コメント欄で書いていただけたらまた拾いたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。なんか YouTube のコメントでね、いくらが来てたんですけど、ちょっと答えれそうなやつがあんまないなっていうそうね、あんま調べれてないんですよ、僕も。そう、この時代詳しくないからね、ちょっとなんかコメントいただいてるんだけれども、ちょっと調べきれないな、そこまでみたいな内容が何個か来てましてね、コメントいただけるのはありがたいことなので全部読んではおります。目は通しております。すいません、ありがとうございます。ということで、まあ、まだまだ僕も勉強中なんでね、ちょっと、解説できることが少なくて、この時代は、まあ、僕も一緒に見ていってるぐらいの感覚なんですけどね。はい、そろそろね、平家物語はもう終わりに向かっていきますからね、鎌倉殿はあと3クールありますけどそう、平家物語はもう終わっちゃいますからね、コンクールでね。はい、まあ、しっかり最後まで平家の滅亡を皆さんと一緒に見届けていきましょう。悲しみしかないね。いやー、後日談がえぐいしね、あとね。まあ、他言はしないでおきましょう。なところで、そうですね、まあ、エンディングで話すのもさほどはないんですが、なんか歴史の書籍の話でいくと、正解者さんからね、正解者っていう出版社は別に普通の本も出してるんですけど、時たまなんかめちゃくちゃマニアックな歴史の本を出してくるんですね。で、過去だと、室町幕府が将軍慣例列伝っていうのがあってね、室町時代の将軍と慣例をまとめた本っていう、とてつもなくマニアックな本を出してたりとか、あとは全国国衆辞典かなんか、そんなやつも出してましたけれども、なんと今回南北朝の動乱主要合戦全録っていうのが出るらしくてなんかすごいね、ほんと3月23日発売だそうです。もうすぐですね。すごいね、南北朝時代の戦いのなんかそんな本、辞典みたいなのを作れるんすね。すごいね。まあ編者は渡辺大門さんですが、書かれてる方はいろいろいらっしゃいます。この時代の、この時代の研究者の方、結構有名な方たくさんいらっしゃいますけれどもね。さあ、まあ南北朝時代もね、まあ有名というか、まあ名前自体は知られてるけど、内実までしっかり知ってる人はなかなか少ないかなと。で、今実際ジャンプでね、逃げ上手の若君が描かれておりまして、連載されておりまして、まあ、それもちょうどこの時代ですから、まあ副読本的な感じでちょうどいいのかもしれませんがね。はい、まあ、そんな感じでちょっと面白そうな本が出るんで、これちょっと楽しみにしておりますがね。南北朝すごいよね。南北朝武将列伝っていうのが去年の春先ぐらいでしたかね、に出てたりしましたけれども、あれは恵比寿交渉さんでしたが、ね、出たりとか、で、今回は南北朝動乱の
戦戦の方のね、合戦の方の、図録、全録というかね、はい、まあ、そういうところでマニアックだなと思いますけれどもね、そんなところでございます。あ、なんかあれですね、どうでもいいですけど、なんか最近平家物語のオープニングあるじゃないですか、羊文学の光る時ね、あれをねやたら有線で聞くんですよね。そうなんか店入るたびにあれが流れてくる、なんか俺が入ったのを察して流してんのかっていうぐらい、本当になんか先週とかなんか、なんだろうな、日曜日にパッと出かけただけで 2、3回ぐらい耳にしたんですよね。あれまたかかってるみたいな、またここでもかかってるみたいなのがなんか 2,3 回ぐらいあって、そうよくかかってんですよね、あの曲ね。平家物語というアニメ自体がどこまで今知れ渡ってるのか分かりませんけれども、あの曲は結構スマッシュヒットになってるのかなと思いながら聞いてますね。はい、まあそんな音楽の話、音楽の話をこのラジオでするべきなのかどうかが未だに迷ってるんですけど、そう、最近聴いてる音楽をなんか一個ぐらいポロッと言っときますか。最近聴いてる音楽で一ついいバンドを見つけましたっていうので、そう、あのソウルベイベーズっていうバンドがいてね、あの多分もうほぼほぼ無名ですね、もうおそらく。まあ彼らにはちょっとあの失礼かもしれませんが、ほぼほぼ無名、僕も全く知りませんでしたが、 Spotify でたまたまなんか流れてきて、ランダム再生とかにしてるとね、自分の登録してないアーティストの曲とかパーッと流れてきたりするんですけど、それで見つけて、わあいいなと思ってね。そう、まあ、名前の通りソウルベイビーズっていうぐらいだから、すっごいソウルミュージックに影響を受けてるような感じで、で甘いんですよね、なんか曲調がね、すごく甘くて、でベースが女性の方なんですけど、なんか女性のね、ベースの人と、リードというかね、メインで歌ってるメインボーカルの男性の人とのなんかデュエットっぽいような要素もあったりして、なんか非常に優しいソウルミュージックっていう感じで、すごい良かったですね。YouTube で調べてみたら映像がほぼほぼなくてびっくりしましたけどねミュージックビデオないし、音源を上げた動画すらないっていう。でおそらくこういう Spotify とか X とか、僕がね配信してるところとかありますけど、あの辺で多分配信してるだけで、多分 YouTube とかあんま上げてないのかなって気がしましたけど、ライブの映像はちょっとありましたけどね、それもなんかもうまだ売れてないアーティストだなっていう感じがすっごいする映像でしたけどね、なんかね、申し訳ないけど そんな感じがしましたけど、まあでもそれぐらいの、言ったら若手のアーティストでもこうやって Spotify とかで音源登録してたら、ふと誰かの元に届いて誰かが聞いてくれるかもしれないっていう状況がやっぱ変わりましたよね。音楽を聴く環境っていうのがね、随分変わったなと思いますね。ですからまあ僕が作った曲もどこかの誰かに届いて、急にあれこんな曲あるのってなる瞬間があるかもしれないし、ないかもしれないですねまあもうちょっと分かりやすい音楽を作れよって話なんですけど、それを狙うんだったら、全然いらん話をしましたが、今回はこの辺でお開き、お相手は私右京の大夫正元でした。また次回お会いいたしましょう。